それではただいまより皆様からの質問を受け付けます。えー、会場に参加のえ皆様はプッシュをお願いします。オンラインで参加のえ参加者の皆様はえチャットにてご質問を受け付けしますので、質問がある方はチャットでえ質問をお願いいたします。何か質問ある方いらっしゃいますでしょうか 限りがありますので、あの短めで質問短めでお願いいたします。失礼いたします。ありがとうございました。あの今、お話を伺っていて身につまされることがたくさんあるんですけども。あの英寿病院にしても、慶応大学病院にしても、最初のコロナで問題になった病院がみんな研究会の仲間でございまして、そして。 しかも、あの辺の一番最初に何人も、え、坊さん死んでますんで、え、そんなことだったんですけども、で、今日のお話の中で、え、法要の、コロナとの関係ですけども、私の家内の十七階級が先月ありまして、え、これも、お話の通り、え、家族だけでありまして、すぐそこの寺ですけどね、え、で、そういうわけで、それをいいことにして、 そんなことやってますけど質問でございますけどもこの今日のあのこの調査およびそのご報告をいただいてえ特にあのお尋ねしたいのは法案についてのアンケートもその中にお寺さんがどういう法案をしているかあのなんですねえ細かいことはともかくとしてそういうのがございましたらそういうのもあのえー 教えていただければ、あの、刺激というかですね、方向が見えてくるんじゃないかなというような気がいたし,、えー、しますんですが、それから、えぇ、ー、法案についての,の,のですね、具体的なことで言うと、文法というものが、お寺さん、男神と、えー、とでですね、どの程度に意識して、えー、つまり、 あの宗教としてあの機,能機能を自覚しているかというような,いうようなことももし調査の中にあのそういうあれがありましたらあと教えていただければありがたいとこの2点があの質問でございます。よろししくお願いいたします、えー、法案についての 調査をしたのかかどどうかってまず質問なんですけれどもあの大変申し訳ないんですけど法案についてはですね質問の項目に設けませんでした今回はですね供養であるとか仏事であるとかそういったものに、えー、焦点を上げた当てたものですからそこら辺は、えーえー、質問には全く入れておりませんでただこれ試験私の個人的な、えー、感覚として、えー、申し上げさせていただきたいんですが 法話自体の、この、えー、これもです、ね、お坊さんを前にしていうのは非常にですね、言いづらいことでもあるんですけれども、あの、一般の方は法話を聞いてありがたいと思うのは、それは間違いないと思うんです。ただ、それが、えー、教えなり、何かその、えー、生き方として定着するっていうことは、えー、それはそのお坊さんの力量に関わらずですね、力量があったとしてもですね、 えー、なかなかそれは現実として難しいことなんじゃないかなとは思います。だから、えーまあ、その場でですね、えー、あ本当に話聞いてあり,ありがたいねっていう感想をです、ね、私もその親、えーまあ、類の報じとか言ってもですね聞くことはありますけれどもおそらくその1年後にですね去年何話したって聞いた場合はですねおそらく覚えてる人はいないんじゃないかな。そそれがです悪いことではなくてその場一瞬、まあ、その今日明日明 あるいは、その時に悩んでたりしたことが、その場で法案を聞いて、あそうだねって思えれば、私はそれでいいんじゃないかなと思います。まあ、だから、それ、文法ということで言うと、非常にその、あの重く、その、まあ、それから生き方が変わるとかですね、これから、えーまあ、例えば、浄土真宗の文んになりますとか、えー、信者さんの教えを、その、 これから勉強したいというところまでつなげるのはそれは先ほど申し上げたようにそのお坊さんの力量ではなくて現実的には難しいんじゃないかなだからそこら辺の,そのお坊さんとしてもどかしい部分というのはどうしても出てくると思うんですけどもそれはもうこの世の中の仕組みとしてしょうがないと思いますしそれも多分ですね、ここ10年20年で始まったことではなくて おそ、えーまあ、らく昔からそうだったと思うんですよね大半の方はそういう感じで一部の熱心な方だけがその熱心に、えー、教えを学んだっていうのがこの日本の仏教の現状じゃないかなって私はちょっとこれはもう半分想像なんですけれども思っておりますす本当にに失礼なな話でで申し訳いんがそのよう思っております。まあ あの評価はその通りなんですけど、私がお尋ねしたのはそ、調査項目に入ってますか、どういう調査ができますかということをご示唆していただくとありがたいという質問なんです項目に入ってませんので、まあ、今後、調査を対象にさせていただきます。はははいいい先生あの法案については何かご意見はい 聞こえますかねあの私も重度収束量の,寮のまあ端くれではあるのであれなんですけどまあきょう碓井さんの方からあの、まあ、仏寺の境外化あの儀式の境外化っていうような話もあったかと思うんですけどあのいやあの非常にんだろう,うん身につまされることはないんですけどあのああその通りだなと実は思っていて、あのー、例えばこの儀式どう何があってるのか分かんないっていうような話ありましたけど私も本当そう思って。 あの、住職になってからですね、あの、本当それを意識したんですよ。だから、私は法話にしても、その、まあ、その、なんだろ、ごめんなさい、お葬式っていうのはなかなか難しいんですけど、例えば法事ですよね。法事の法話に関しては、普通はこう、儀式の後にするケースが多いですよね。あの、法話って、儀式終わってから。私は儀式の前にやってるんです。 あの、つまり、えっと、お経の本をお渡しをして、えー、これからどういうお経を唱えますよ。で、だけど、お経は非常に長いので、全部今お伝えすると時間もかかってしまうから、ポイントを言いますよ。ここはこういう意味ですよ。ここだけ聞いておいてくださいね。で、私はこの後ろ背,も背を向けてるんですけど、今、ね、何をこうやろうとしてるのか、今こういうことやるんですよっていうことを最初に結構時間を取ってやります。 えっと、20分から30分間ぐらい。で、儀式をやるようにしました。逆転をさせました。例えばですね。あの、そうすれば絶対変わってきます。あの、参加の仕方がですね。だから、やっぱり、こう、共鳴だと思うんですよね。あの、参加者、参列者と、その同士との間の多分、共鳴が生まれれば、多分、その儀式というのは、あの、計画化していかないんじゃないかな。だから、法案も一つのそういう、こう、 なんだろうな。コミュニケーション、やっぱりツールだと思うんですよね。あの、それをツールにするのか、一方的にしてしまうのかで、やっぱり全然変わってくるというような感じがまあ、いたしますが、どうでしょうか？今の話はすごいいい話だなと思いました。あのあの法案、まあ葬儀なのか、法あの法人なのかでやりやすさって変わってくると思うんですけども。 まあそういう形で、やっぱり事前に何か説明をするっていうのは、ほぼ知識ゼロですから、とても素晴らしいことだと思います、今、本当に聞いててあ、あなるほどなと思いましたそれでは次の質問に、あのチャットの方に質問が来ておりまして、えー、現在、物具業界にて働いているものです。お二人には今後の業界動向はどのように見,られ見えておられてますでしょうかという質問です。物語業界についてですね 仏具ねあの私は仏具は好きなんですよあのとっても好きであの非常に歴史を紐解いてみても非常に面白いし造形としても美しいしあのだけどやっぱり先ほどの,あの法話の話と同じでこれは 一体何なのかっていうことは分かってないんだと思うんです。お坊さんもそうだし、あの、一般大衆もそうだし。だから、その、仏具をお坊さんがその場で、例えば木曜、一つ、木曜テーマに多分放してていいと思うんですよ。あの、で、 おしおだからそういうことがやっぱ足らないんだと思うんですね。で、でもこれ仏具屋さんが法人に来るっていうのもなかなか難しいでしょうから、あれなんですけど、やっぱりその、それもやっぱ仏具さんもやっぱりお尚さんとの、やっぱりこう、 ね、お寺に足しげく通ってもらってその例えばなんかこうねその、うん、仏具のある種のこうちょっとアンチョコみたいなものをなんか渡してもらうとかやっぱそういうことだけでやっぱり全然違うしであとねやっぱりその仏具業界はこれからクールな産業になりえると思うんですよやり方次第では。でまあ、コロナででインンバウドが入ってこないですけど あのやっぱり外国人にとって例えばその西本願寺の前の仏具屋さんなんか結構クールだって言って買っていく人が結構多いわけですよあの多分それもやり方発信の仕方なんだろうなと思うんですよねあのまあ、たなかなかね高い仏具はなかなかねお寺もなかなかあれかもしれませんけどねでも私はまあね何だろう例えばうちのお寺であの例えばろうそくは ロウソクは使ってないんですよ。ワロウソクを使う。で、ロウソクに比べたらワロウソクが多分10倍ぐらい、10倍以上するのかな。まあ、結構高いんですよ。結構ってかなり高いんですあの。だけど、なんだろう、これなんかコストだけかかって、なんかお世話少ないよなとか、そういうことを思い出したらそんなことできないんですけど、ただ私もロウソクを使うんだけど、それをちゃんと説明します。 あのえっと退屈だったら火をずーっと見ててくださいっていう言い方します。あのでうちはわらうそくを使っていてあの炎の大きさとか揺らぎが全然違うしほまじゅうは退屈だと思う人もいるかもしれないんだけどその時はずーっと火を見ててくださいねっていう言い方をします。あのはい だから、まあね多分コミュニケーションツールになるんですよ、あの仏具はね、えー、そうあるべきだと思いますね。はい、ありがとうございます,えっとです、ね、私、ちょっとその仏具、まあ、といっても、多分家庭用仏具と人用仏具で両方あると思うんですが、まあ、正直、人用仏具あんまり詳しくないので、えー、まあお寺の経済力がなくなってきたら、それは人用、 物具はあんまり売れなくなるようなぐらいの感覚しかないのでちょっとコメントはしづらい部分もあるんですけれども家庭用仏具、まあ、つまり仏壇あるいは仏壇の中に飾る仏具というものについてはこれはもう皆さんお感じの通りだと思うんですけれどもそもそも仏壇を持つ家ももう確実に減ってるわけですから全体としての成長はもう確実に望めないし確かですねピーク時が の2000億ぐらいあったはずなんですけれども、今多分300か400か、そのくらいしかないはずなんですよね。だから多分ん5分の1とかそのくらいになってるはずなので、ま、え、あ、ー、今の時点でかなりもう縮小してしまった、もう底ついてる状態かもしれないです。ただ、えー、仏壇の中でも、その、まあ多分仏具業界にいらっしゃるということなので、えー、感じていると思うので、一部の仏具、まあ仏壇屋さん、 で伸びている仏壇屋さんがいくつかあってそれはもう、えー、伝統的な仏壇を捨ててしまった仏壇屋さんですよね、えー、現代仏壇とかあるいはそのアルテマイスターとかそういったその、えー、もうなんていう現代調の仏壇ですねそれについては、えー、市場はまだ、えー、若干伸びていると思います。で なぜ、えー、かというと、おそらくその昔ながら、特に金物団なんかは素晴らしい伝統工芸ですけれども、今のこの住宅に合わ,合わないんですよね、でそれはや,やむを得ないと思うんですよ、でしかも私なんかもそうですけど、私、マンション暮らしで、すね、まあ、正直私は今、そのまあ、両親、生きてるっていうのもありますけど、自宅に仏壇は置いてません。 でも、仮に両親亡くなったとしてもですね、仏壇を置けるかどうかって、正直考えちゃいますよ、今のマンション暮らしの中で。で、そういう中で、えー、仏壇を置けないっていうのも、これは社会的な状況でやむを得ないとは思うんですね。ただ、その、えー、それに変わる何かっていうのは、何か、 い,まあ、いろんなね今仏具屋さん仏壇屋さんが工夫して作ってるけれどもまあどれも今一つなので当たってないんだけど多分それに代わる何かっていうのは出てきてもいいのかなとは思ってるのでそういったところにはまだ可能性はあるのかなやっぱり道具を通して物を通して人が供養するっていうのは当然あると思うのでその昔ながらの仏壇ではなくて、えー、何らかの価値の,の供養の在り方というのはまだ えー、この物理業界だけではなくて、仏教界も含めてですね、考えていかなきゃいけない大きな課題なのかなと思います。ありがとうございます。会場の中から質問を受け付けたいんですけれども。はい、えっ、ー、と、お話、あの、ありがとうございました。興味深く聞かせていただきました。えっと、あのお二人の、あの意見の中で。 あの、今こういう状況だからこそ儀式を大切にすべきだというのは共通点があったと思うんですが、あの、まあ、寺院としては、僧侶としてはそういう、あの、基礎に立ち返ってそこからやることもとても大事だと思っていることは認識しているんですが、あの、それ以外にもし具体的に、あの、今寺院が取り組むべきことがもし、あの、こんなことやったらどうなるのかなというのがあったら教えていただければと思います。 ありがとうございます、えーとまあ、基本的に今あのご質問の方がおっしゃったとおりで私は儀式というものが一番今のお寺にとって大切なものだと思うのでそこはすごい大切にしてい,い,いけばいいと思うしぜひ大切にしていただきたいと思います。でそのほかに何かっていうのはなかなか難しい質問で、まあ、例えば今いろんなイベントをやったりっていうのも、まあ、この状況の中でできないでしょうしあのいろんなことが制限されてるとは思うので私はだからと一つは、えー 結局、檀家さんとのコミュニケーションをどう取るかということだと思うんですけれども、えー、正直難しいですよね。そのこんな状況の中で。で、昔は法事があったから法事の後にちょっと話したりっていうのはできたと思うんですけども、まあ、その中でできることっていうのは本当限られていて、多分、時報をあの観光する回数を増やしたりとか、あるいは時報をその教えの話だけではなくて、もっとその問いかけるような、もっと日常的な その話を増やしてコミュニケーションできるような情報にしていったりとか、あとはですね、これもね、お寺によってできるお寺、できないお寺あると思うんだけども、えー、こんなコロナの中ですけども、皆さんどう暮らしてますかっていう電話を突然かける。<laughs> これ、あの相手の都合を考えずに突然電話をかけてみるなんていうのもいいのかなと思うんですね。というのも、その、 お年寄りなんかかどうう暮らしてるかってるっいうのは、まあ、ご住職も心配なご住職いると思うんですけどもそういった心配を、まあ、ある程度面識のある旦家さんじゃないと無理だと思うんですけどもそういう方に電話して、えー、ただただその様子聞くだけというすごい喜ぶと思うんですよね。でご住職が心配してくれたっていうことで、まあ、そういったこともささ、まあえー、細なことですけどその、まあ、そ逆に言うとそのくらいしかできることないのかなと思います。 あの全然あの答えになってないかもしれないですけども、そんなことができるかなとは思いますので、はいいありがとうございましたもう、スイさんがおっしゃったことは、もう私は思っていることなのであの、同じことは申し上げないですけどあの、儀式以外にお坊さんがやらなければいけないとか、いやあの効果的なことですよね。私はねあの ご結婚されてますか失礼ですけど。はい、奥さんとの対話だと思います。あの、住職とあの奥さんとの。あの、もう、これも全然違うと思うんですよね。あの、まあ、結構、こう、お坊さんって言ってることとやってることが違うとよく言われる業界ですが、あの、人様にこう、ね、あの、なんだ、寛容とかね、あの、慈悲とか、結構、まあ、 いう、まあ、伝えるわけですけれども、実際にね、あの、お嬢さんと奥さんがね、結構不仲とか、あの、分かれてると結構多いんですよ。あの、だから、奥さん、やっぱりね、住職はね、奥さんとの対話をね、きっちりとして、奥さんの考え方を今、やっぱりきっちりと聞いておくべきだと思いますね。あの、お寺の運営とかを、接し方とか、檀家さんとの、あの、うん、うん、それとっても大事だと思いますね。あの、 むしろ儀式より大事かもしれん。ありがとうございます。ありがとうございました。えっと、それではオンラインに来ている、えー、質問を最後に一つ、えー、ご質問いたします、えー。今後の業界の縮小化の出口戦略は具体的にどのような形でしょうかという縮小化の戦略についての質問です。ありがとうございます、東さん。あの、えっと、 縮小化はね、あの、渦井さんがおっしゃってた、あの、どうシュリングさせていくのかっていうのは全く同意なんですよ。あの、私は、当たり前ですけど、人口減少社会なんだから、お寺が繁栄することは、全体としてはありえないです。あの、当然ですよ、これは。あの、これ経済もそうですよね。企業も人口減少社会なんだから、あの、どんどん成長産業、どんどん,どん見ん方あれだっていう、ノルマ化してますけど、そのことによって相当疲弊をしてます。で、あの、 うまくこれをシュリンクさせていくというのはとっても難しいんですよ。とても難しい。だから、その、例えばよく言われるのは、その、お寺の段階を増やすためにどうしたらいいでしょうっていうことを、あの、言われるんですよ。だから、うか,うかいさんの、えー、あの、期間機関はよくわかりました。だから、なるべくこう、段階を増やす努力をしたいんですよ。したいです。どうしたらいいんでしょうかそこを教えてくださいって言うんですけど、いや、だから、 段からなんか増えませんっていうか、増え、増やせ、増やしても仕方がありません。増え、増やしたところで、他のお寺のパイを取ってるだけに過ぎないんだから、あの、そんなことしても仕方ないですよっていう話はします。で、え、だけどじゃあ、あの、収入を、あの、得なきゃいけない。私はね、あの、むしろ、今、収入減ってるんだったら、仕事持つべきだと思いますよ。あの、 えっと、極端な話かもしれませんが、あの、兼業ですね。働きに出る。それで私いいと思いますよ。あの、社会に出るっていうのもやっぱ大事な修行だし、あの、なんだろう、業界は縮小するんだけど、業界はやっぱりその、なんだろうな、あの、消滅させてしまわないために、やっぱりね、その社会となるべく交わっていくというようなことを、やっぱり今進めていくべき。だから、 私が言うのは、こんなことでまた大変、まあ、語弊もあるし、失礼、むっとする人もいるかもしれませんけど、やっぱり、あの、世代交代だと思います。あの、この業界の。やっぱりこんなに、やっぱり、平均値が高い業界、いない、ないですから、あの、やっぱり業界全体で、早く次の時代にバトンを渡すべきだと思いますね。あの、はい。はい、ありがとうございます。 えー、とても難しい質問で答えづらい答えづらいとか答えがちょっと見当たらないんだけれどもあのー、まあ経済的に縮小するう中で、まあえー、生活ができなくなるう場合もあると思うのでそういう場合については今鵜飼、えー、さんが言うように、まあ、兼業ということしか、まあ、おそらく選択肢ゃないと思いますしあるいは兼,兼業ではなくてえー まあ、兼務というのが、まあ、先ほどのウカイさんの話だと、その、兼務もなかなか負担になってくるって話がありますけれども、まあ、今現状ですね、えー、兼務を、何か時か兼務して、なんとか食べてるっていうお寺も多いと思うので、まあ、そういった形で、えー、やっていくしかないとは思うんですが、ウッカイさんおっしゃったようにですね、その時に問題になるはがらは仮覧なんですよね。で、仮覧の、えー、負担っていうのはどのお寺にも大きくて、で、それは、あの、兼業でやってるお寺だけではなくて、今、普通に、 えー、きちっとやってるお寺にとってもその、まあ、今日本中にあるお寺の伽藍っていうのは多分大半が高度経済成長時代からバブル時代に建てられたお寺なんですねでその前に建てられたお寺も、まあ、100年とか200年とかありますけれども、えー、そのあのやっぱりその昭和40年代50年代60年代に建てられたお寺が伽藍、えー、が,が多いでその時代に建てられた伽藍の共通点っていうのは とにかくでかいんですよその前の前時代に比べてで,でかいのは当時はお参りも多かったしお金もあったからでかかったんだけどそれが負担になってるのは間違いない。であの最近ですねこれあの震災の,あの熊本の震災のあの後の復興っていうのもあったんですけども確か西本願寺が本願寺派がですね えーどっか台場ハウスかどっかとそのに提案をしてくれって言ってですね2,000万か3,000万ぐらい建てられる本堂を提案してほしいということを言ってえそれでまあどっ確か台場ハウスだったとも23社からあのそういう提案がなされてるはずなんですねだからそういったですね小規模でそんなにその立派じゃない本堂というのは今後建て替えの時にえ建てていくのも 大切なななんじゃないかか、まあ、とにかく、えー、建物は後々お金がかかるので皆さんそれで今お,おそらく苦労していると思うので次の時はそういうことが必要になってくるかなまあでもこれ全然答えになってないですねあのやっぱり、えー、出口戦略っていうとじゃあどうしたらいいのかっていうとまあ単純にですね、えー、今まで1,000万収入があったお寺が、まあ、500万になったらちょっとちょっと、あのーえー、支出が減っ あのそれ、これちゃうかもしれないので厳しいですけどもその、まあ、給料が、まあ、300万になってもです、ね、やっていけるような生活をしていくような単純にそれだけでいいのかなとは思いますもう家族があって300万でちょっときついかもしれないですけどもそれもそういったこともそのお坊さんである以上選択するう気概があってもいいのかなと、まあ、ちょっと偉そうな言い方ですけどそのように思います以上でございます。 はい、ありがとうございました、えー。まだ質問が来ておりますが、時間となりましたので、以上をもちまして、第25回 BDK シンポジウムどうなる仏教、アフターコーナー時代のあり方とはを終了させていただきます。うかい先生とすい先生のご退場です。盛大な拍手を持ってお送りください。